今から500年前、掛川の西郷の地に今川義元に仕えた戸塚忠治という武士が住んでいました。とても大きな屋敷を構えており、釜井屋敷と呼ばれていました。戸塚忠治は釜井屋敷に東三河の西郷正勝の娘お貞を妻として迎えました。西郷正勝も今川義元に仕えていました。釜井屋敷内に祀られている一時大菩薩様に守られ、お愛様は天文21年1552年3月3日の節句の日に生まれました。釜井屋敷の後には今でも一時大菩薩様が祀られています。当時の井戸も残っています。お愛様の産湯に使われた井戸かもしれません。お愛様が3歳になった年、父戸塚忠治は今川義元と武田信玄との戦いに参加し亡くなってしまいました。この戦いには家康も加わっており、その死を悼んで家康が木片に戒名を彫ったと言われています。亡骸は釜井屋敷に運ばれ、近くの観音寺に葬られました。父戸塚忠治の戦死から2年、お愛様の母お貞はお愛様を連れて東三河の実家に戻りました。こうして5歳になったお愛様は釜井屋敷と別れました。お貞の父西郷正勝は今川義元に従っていましたが、織田信長との桶狭間の戦いで今川義元が死んでしまいます。桶狭間の戦いを機に家康は今川から離れ、西郷正勝も家康に従うことにしました。お愛様の母お貞は家康の家臣である服部正直と再婚し、10歳のお愛様は母に連れられ服部家の養女となりました。養子となった服部正直はお愛様を大層可愛がりました。服部正直は伊賀忍者の頭であり、お愛様の忍者が学ぶ薬や医術の知識を学びました。お愛様は17歳の時、祖父西郷正勝の甥である西郷義勝と結婚します。西郷義勝は三河の五本松城の主です。そしてお愛様は2人の子供を授かりました。しかし家康と武田の戦いの中、夫である西郷義勝は戦死してしまい、結婚生活は3年で終わってしまいました。3歳で父を亡くし、20歳で夫を亡くしたお愛様、世は戦乱の時代、子供たちを育てながら過ごす日々が続きました。一方、お愛様の母であるお貞は夫である服部正直に従い、三河から家康が築いた浜松城下に移り、家康の側室の一人西郡の局の次女として浜松城の奥に仕えました。このことが不幸が続いたお愛様にとって大きな転機となります。西郡の局はお愛様の母であるお貞からお愛様のことを知り、お愛様に興味を持ち会ってみました。西郡の局は家康の側室ですが、お愛様の気品ある聡明さと賢さと美貌に感心し、家康にお愛様を側室として迎えることを勧めました。1578年、家康37歳、お愛様27歳、西郡の局に案内され、お愛は家康の側室となりました。その頃家康は三方ヶ原の戦いなど苦難の時代です。お愛様は浜松城の台所を仕切り、周囲に癒しを与え、戦で負傷した家臣の面倒を見たり、困窮者の支援をしました。我慢が続いた家康にとって、お愛様は心に明かりを灯す拠り所です。お愛様も家康に尽くし献身的に支えました。そして浜松城に上がって半年後、お愛様は後の二代将軍秀忠公を、翌年には尾張藩主になる忠義を見ました。浜松城下にある武者神社は、お愛様の安産祈願のために家康が建て、秀忠と忠義の産神様になりました。武田勝頼を滅ぼし駿河を擁有した家康は45歳の時、長かった苦難の浜松時代を終え、浜松城から駿府城に移ります。
東海一の実力者となった家康とともに於愛様も駿府入りをしました。苦労が続いた家康公に心の安らぎと勇気を与え、家康最愛の側室と言われた於愛様ですが、駿府との距離はそれほど長いものになりませんでした。忠義出産後体力が回復せず、駿府入りとともに浜松時代の疲れが出て、1589年38歳の生涯を終えました。後に二代将軍となった秀忠は西郷の局の菩提寺を移し、駿府の地に壮大な大寺院宝大院を建立、於愛様の改名に宝大院を加えました。時代の流れに翻弄されながらも懸命に生きた於愛様、苦労が続いた家康公に心の安らぎと勇気を与え、二代将軍の母になった女性の物語です。